はい、どうも、ハルパパです。今日はね、クラッシュロワイヤルをお送りさせていただこうと思います。はい、こちらね、私のね、リプレイなんですけども、まあ、今回はですね、ちょっとボーラーをね、見ていただこうかなと思います。はい、バランス調整で、ランバージャックがね、相当強いぞみたいな感じで、ちょっとね、今ね、言われてるんですけれども、まあ、相当強いんですよ、実際。ただし、ボーラーも相当強くなったぞという。それにちょっとね、今日はね、お送りさせていただこうと思います。このようにね、ロイヤルジャイアントに関しては、こちらのミニペッカとアイス、スピリットで処理をしていくと。さあ、そして、カウンター気味でこう、ジャイアントを出していくんですね。まあ、この辺はね、どうでもいい。この辺正直どうでもいいですね。はい。かなりがっつり決まってますね。これ、アイスウィズうざい。アイスウィズがうざいんですよね。そして、スパーキーが前からこういうね、こう、なんだろうね、ライオンのように狙ってますよね。さあ、ここで、さあここからですね、ボーラー、このね、ボーラーってそのコスト5になったことによってこれかなり使えるようになりましたよね。なんかこうランバージャックがすごいなんか今目立っちゃってるから、ボーラーがそこまで目立ってないんですけれども、まあ実際ね、コスト5でね、この威力、この範囲攻撃、そして、後ろのねユニットにもダメージを与えていくこのボーラーさん、いやこれね、実際非常にね、もう実は今回のアップデートというか、まあバランス調整で一番強いのはボーラーなんじゃないかって僕は思うんですよね。まあね、攻撃力こそ結構減ったと思うんですよ。このレベル5のね、このボーラーで僕がいつもやってる時は300ぐらいかな、一発で300ぐらい与えたんですけれども、まあね、まあそれがね、まあ230ぐらい減ったのかな、230から50ぐらい、ちょっと曖昧ですいません、ちょっとそれぐらい減ったと思うんですけれども、いや強いんですよね、このコスト5によって。いやこれはね、ボーラーゲーだと思いますよ。今後ランバージャックではないと俺は思っております。はい、なんだろうな、このボーラー、この2体ボーラーが出た時のこのなんだろう、相手的にはなんていうの、絶望感が半端ないじゃないですか、2体ボーラーが出てくると。それがね、容易に出せるようになったんですよね、このコスト5になったことに。はい、そしてこのオーブン、これ非常にね、素晴らしいこのカードなんですよね。これがあることによってスパーキーのね、攻撃を誘発できることになるんですよ。できることになるんですよ。まあ、日本語がちょっとおかしいけど、まあ言うとしてはい、これね、スパーキーとロイジャイでね、かなり厳しい攻撃をしてきてるんですけども、このなんつうの、ボーラーの縦の範囲攻撃がね、非常に強力なんですよね。これでスパーキーもしっかりと処理をしていくことができるんですよ。はい、今ね、前からね、スパーキー来て、ミニペッカーとジャイアントももろに食らってますけども、ここで、スパーキードスンと2体目。これでね、結構相手的にはね、なんだろう、精神的に追い詰めることができるんですよね、これね。まあ、スパーキーでワンパンでやられましたけども。いやー、これ3-2-1-0というところで。今後ね、なんだろう、スパーキーじゃない。今回はボーラーなんですけれども、ボーラー、ちょっとこちらね、編成を、まあ見ていただきましょう。こちらですね。ちょっと下のこの負けてんのちょっと見ないでくださいね。なんだろうな、ボーラー、これさ、ジャイアントにも合うし、ロイヤルジャイアントにもね、相当ね、相性いいと思うんですね。今後ね、まあ実際、ランバージャックよりも、ボーラーのが来るんじゃねって。ちょっと思いました。はい、というわけで今回ですね、ボーラーをお送りさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。